ユタ。ユタは、沖縄県と鹿児島県奄美群島の民間霊媒師、シャーマンであり、霊的問題のアドバイス、解決を制御とする。桜井徳太郎によれば、日本列島湖において、最もシャーマンの活動が顕著なのは、東北地方と南西諸島である。もっぱら資料の表意を受けて、トランスに入り、第一認証でその託戦を述べる者を一般に、 口寄せみ子と称する。東北地方のいた子塔と同様に口寄せみ子としての、不義を展開している呪術宗教職能者は、南西諸島では、ユタ保存時、アマ群島、沖縄諸島、カンカカリャサス、宮古列島、ムヌチニゲイビーカンピク、ヤエヤマ列島等と呼ばれている。琉球の民間社会において、民衆の宗教的機能を担う職能者は、女性主催者の呪女神、 ニーガン、サス、ツカサ等の新人、カミンチュとシャーマンとしてのユタ等の類に分かれる。前者は、主として、ウタキや、グスク等の聖地や語願書、ウッグアンジョとか廃所において、ブラクや、村落の公的祭祀や、共同体の祈願行事のツカサをする。後者は、ブラクや、村落の個々の家や家族に関する運勢、運ん吉凶の判断、判事、火薬の除災、破礼、 病気の併誘癌、間、ウッグアンなど史的な呪術信仰的領域に関与している。新人が、聖地の司祭をするにあたり知恵や、夫人の地の意味、出産の不条を忌避するのに対して、ユとは全く反対に、死者儀礼や、死両具用に密着した。その性格、生態、機能など多くの点で、両者は相入れないもののようだが、両者とも、 沖縄民間信仰の底辺を流れるシャマニズムであり、沖縄の民間信仰を支える車の両輪と言える、と桜井徳太郎は述べている。ユタは、凡人に話し得ない霊界の姿や動きを見通す、ことのできる霊能力者であるとみなされているが、ユタ信仰は迷信だという観念は、沖縄の教育者や知識人の間に一般化しており、公式の場では、汚らわしい。 はしたないと軽蔑して、口にも出さない。特に公的な場で活躍することが多い男性からは、定裁を作ろうため軽蔑冷笑される傾向が強かったため、家庭を内的に支える女性が、一家の代表者として、ユタの元へ赴く。これにより、家庭の外では知らぬ顔をしている男性も、家の中ではユタの指示に従って行動する家族のあり方に巻き込まれている。また、 ユタへの依頼者は労働者、農民、漁民のみならず、高い地位の官僚、自治体役員、教職員、ビジネスマンが高い確率で含まれる。個人レベルあるいは共同体レベルにおいて、自民の限りを尽くしても、なお解決し得ない問題に突き当たったとき、その最終的決断を下すきっかけを、ユタの喫境判断、判事に求めようとする向きは、現在でも薄れていない。 こうしたユタを利用する行為は、ユタ街、ユタ公屋と言われ、通常は2から3人のユタの判断を仰ぐ。依頼者は、かなりの額の費用を厭うことなく、ユタに支払う。沖縄県には、医者半分、ユタ半分ということわざが古くからある。桜井徳太郎は、神と人との間の仲介役は真意を鋭敏に、感じ取ることのできるセンシブルな存在でなくてはならず、それをよく。 ナしエるのは、古来から感受性の強い女性であったと述べている。ユタは、本来女性がなるべきものとされていたが、男性のユタは若干存在する。ユタには口述する弾圧の歴史がある。そのため、自身では、ユタという称号を用いず、また他人からそう呼ばれることに対し反感を抱く者が、いる。彼らは、新人、仮民中、保管者、ウッグアンサー。 五眼を捧げる人、うっぐはうさぎや、判断、判事など神に使えることを表す名称を好む。また、祭祀、神ナギただし、牧船の区別が曖昧になってきている。昨今の状況を受け、部別的互換を伴うユタという名称より駅舎を意味する三人僧、三人層や風水を判断する、風水師、フンシーなど称号を用いる者がいる。琉球時点では、のを、 おしゃべり、ユンタあるいは神がかりの時に体が、ゆためく、揺れることから名付けられたのではないかと述べている。ユタという職業は、どのように成立したのか、以下のように、諸説あり断定されていないが、新人、仮眠中から分化したという考えが、多いようである。桜井徳太郎は、依頼者が不可、ユタヌヤを訪れるケース調べ、その結果ユタの業務を、 以下のように整理している。また、地域社会における公共生活の側面においては、以下のことを行う。その他、ユタが活動している具体例として、ウタキから盗まれた神儀の行方がわからなくなった際、ウタキの主催者であるノロや村人が、協議の上で、ユタの判断、判事を求めた例もある。ユタになる運命は、生まれた時から定まっていると、 固く信じている沖縄の人々は少なくないと桜井と太郎は述べているが彼が面接したユタもまた例外なくユタになるのは宿命であった答えているでは宿命であると考える理由は何かと問うとサーダカンマリであるからとの返事が返ってくるという生高い生まれと訳されるこの資質は心霊資料精霊の霊界と交渉を持ち御子として 超自然的超越者の意思を聞くことのできる聖職者となるために備え持たなくてはならない基本支出であり、ユタのみならずノロなど新人、仮眠中にとっても不可欠な要件である。サーダカンマリの素質は神に選ばれた者の,のみに与えられるとユタは信じているが、そうした先民感をユタは最初から所有しているわけではなく、富士、ユタグトゥを積み重ねるうち次第に、 修理、たされてゆく。沖縄では、幻覚症状を伴った、無意識行動を取ることを、ターリーと言い,い、その内容が神事、真事神ぐと、つまり神々に関係がある場合に、神ダーリーという。しかし、無有病者的行動に出るのは、神の導きによって正規すると見られるので、ターリー全般を、神ダーリーということが多い。この神ダーリーは、精神病者である狂人。 フリムン、グルイ、フリトゥーン、凶暴、フラグウとは区別される。神ダーリーは、初期には単なる病気としか思えないが、やがて幻覚の中に現れる神、または神の使者のお知らせ、うしらしを受け、信じ、神靴に入らないとダーリーは治らなと脅される。しかし、多くのユタたちの告白によれば、家庭を犠牲にすることやユタとして、 生計を立てられるか等の不安から真事に入ることを躊躇し、ほとんどの人がお知らせを無視したり、聞かないふりをして正常な生活を維持しようと試みる。だが、そのような判断のもとに進むとまた、神ダーリーに襲われ、今度は神、または神の使者から入り不しないと不幸になる、病気が重くなる、等の威嚇めいた催促、成熟を受け、心身の苦痛はいよいよ激しく迫ってくる。 神田アーリーは、ユタになるまでに、必ず通過し、体験しなければならない関門で、ユタの告白によると神田アーリーは、必ず原因不明の病気が随伴する。佐々木博美紀は、神田アーリーが不病の性格、内容を典型的に備えたものであると述べている。こうして路に立たされ、悩み悩んだ末、ついに、ユタの判断、判事を求めて、不可、ユタヌヤへおも向き、 そこで、ユタに頼み、護眼、ウッアンをして、ユタになる道順の手ほどきを受ける。この童貞にある、ユタ志願者を一般に、習良ユタという。手ほどきを受けるユタの選定は、習良ユタ自身の自発的意思によって行われるので、学生が、自己の希望で講師を選択するように、何人ものユタを渡り歩いて、不法を覚える。このため、 いた子などのように固定された、指定関係を結ぶことがない。習いユタは、必要に応じて、深へおもいて、ユタの手法を見守ったり、五眼のために聖地を順配するユタに随伴し、先行、うこいの備え方やご意種、グイス、カンナギただしの導入部の際の唱え文句を覚える。こうして、深を歴訪して真摯に聖を出し、各地の聖地へ五眼回り、うっくあんまーいをするうち、 噂を聞いた近所の家から不義をお願いされ、良い評判が取れれば、次第に客が増えて知らず知らずうちに、一人前のユタが成立する。このように、ユタとして独り立ちした状態は、道明けと呼ばれる。しかし、神だあり状態にあった人が、必ず道明けするとは限らない。道明けは、霊的存在から付与された能力を、人々の救済のために、 具体的に行使できるようになったことを意味するが、そこへ至るのが容易ではないからである。神田ありにありながら道明けできない状態にあることを、裁ききれない状態と呼ぶが、こうした道明けできない人々は身内に、ユタや、礼高い、政治高い人を持たないことが多い。以上のような政府家庭ため、イタコの、神付けのような政府儀礼は行われず、ユタの成立は、イリフのけじめが見られないという特徴がある。 これら豊たとなった者の,の多くは、その生涯において不遇な経験をしている。リーブラ、ウィリアム・ P ・ラブロは結婚の失敗、家庭ナイフは、数度の離婚などの経験を報告し、桜井徳太郎はこれらに加え医者にかかっても治らない、性の悪い腹触り、頭痛、喘息、神経痛などの発症を挙げている。佐々木博美は、リーブラが挙げる家族の人間関係における、創告、 葛藤、桜井徳太郎が挙げる身体的異常が、多くの場合神田アリー前後に並行し、複合化して現出すると述べ、この事例として、宮古島市の男性の場合を挙げている。彼は失恋などの後に、ノイローゼ症状と医者に診断されたが、彼の姉は、神の道へ入れという知らせであり、入らないと生命に関わると述べ、そのうち身体に異常を来たして彼自身も神田アを、 自覚したことが紹介されている。さらに佐々木博士美希は離婚によって夢と不眠に悩まされ、ユタの判断、判事によって異常行動に拍車がかかり、加えて親族知人から沢田かんまであるとの刻印を押されて仕方がないか、ユタにならざるを得ないと思っている神田リりの女性を例に挙げ、このような人々が多数いるとも述べている。ユタは入り符や、 政府の過程で創出した特殊な神を奉じ、それが生涯にわたる守護神として、信仰の対象となる。ユタはこの神霊の名において、精霊の世界の一分野に即応する、不義の執行者となる。言い換えれば、ユタごとに、それぞれ干渉する、専門領域が限定され、先祖の系統を探すのが得意なユタ、死んでももない人についての判断、判事が得意なユタなど、 その専門分野が分かれている。ユタは神の存在と力機能を強調するが、その構成内容は神道の神であったり、十二子の神であったり、ソレイ、史料、精霊であったりする。ユタは自らに憑依する霊的存在が、ソレイ、史料、精霊のいずれであるかは重視しないという超自然感を持つが、神関連の曖昧性が、 その影響度を低下させることもないようである。桜井徳太郎は、那覇市に在住するユタの孵か、ユタヌヤーの様子を報告しているが、その神棚、カンタナには、三伏と呼ばれる守護神の頭像が掲げられていた。宇ど市生まれのこのユタは、文殊菩薩が三伏であったが、三伏は十二市の生まれ年に即応して決められているので、他の年の生まれであれば、千樹観音などが三伏とされる。 ユタの能力はオカルティックであり、その実在を裏付ける科学的根拠はないため、ユタを語って金儲けをする者が後を絶たなかった、現在も多数存在する。また一方で、ザイアのシャーマンであるユタは、日常的に人々と神を親しくする存在であり、中央集権や体制強化、近代化を進めたい、支配階層はユタの存在を脅威や障害と捉えることが多かった。 そのため、時の権力層から、後進的な存在であり、世間を惑わすとして、幾度も弾圧、摘発を受けている。主なものは以下。これらの時代、ユタは違法的存在として、警察力に拘束、抑留されるなどしている。これらの受難の時代を経て、現在もなおユタは存続しているが、ユタにまつわる事件は、今も起こっている。ユタを求める人の多くは、 精神的に弱っていたり、問題を抱えて困っている。そのため、あえて不安を煽るようなことを言い、お金を騙し取るユタもいる。いわゆる霊感商法の一面も持っている。そのため沖縄には、ユタ公屋やチョー製、長ラ性ユタを買う人は、人々を争わせる人であるという言葉もあり、ユタを買う行為自体が、問題のもととなることもある。また、本土の人間のほとんどが、 ユタという存在すら知らず、見たものは、ユタの行動や言葉を少なくとも、まともとは見えず、精神的に病んでいると思うため、神聖な人物や、占い師などとはほとんど思わず、拒否反応を示し、相談どころか逆に心配してしまうという結果である。堀一郎によれば、シャーマニズムとシャーマンの概念は学者によって異なる。定義づけがなされ、諸学者間に一致した見解は、 現状持たれていない。桜井徳太郎もこれと同様のことを述べている。そこで本節ではユタが政府家庭とトランス状態の内容面から見た場合、どのように分類されるかを以下に挙げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。